秋の叙勲の受章者が発表され、県内からは51人が選ばれました。叙勲は各分野で功績があった人を表彰するもので、毎年春と秋の年2回発表されています。今回は全国で3987人、県内在住者では51人が受賞しました。このうち旭日小綬章は元調停委員で元日本弁護士連合会理事の麻生翔一さんら4人が、総工賞は大分市在住でスポーツ医学が専門の大場俊二さんら13人が選ばれました。また旭日炭鉱賞3人、瑞宝中綬章2人、小綬章6人、総工賞9人、炭鉱賞14人が受賞しています。受賞者は各省庁の大臣または知事から伝達され、天皇陛下への拝謁が予定されています。